りして。あ、ここでいいです。はい。はい、皆さん、こんにちは。初中でーす。今日は、2021年の、1月の17日の日曜日です。今回も、初の試みの、歩道橋萌えをやります。第何弾？第3弾です。ですね。第3弾の歩道橋の場所は、それで一番最初に映ったと思いますけど、萩原町藤作ですね。ああ映ったで、うん、萩原町といえばもうこの船木かすも、ああじゃあ映るよこれ、これ、はい、船木かすもさんの出身地ですよこれ。そうどうですほんで、あの神道祭りの方ね、金丹祭り、萩原商店街があって、全国選抜ですよ。はい、はい、では信号が変わりましたんで、ちょっと僕の方行ってみよう。では、信号が今変わりまして、歩道橋の方に行けますんで、今、サポーターの、都市帰らないのね、手がね、取ってもらってますけど、では行きまーす。一旦僕と帰りますか。今青田で渡れる。では歩道橋萌え第3弾、萩原町藤作り、藤作りの歩道橋。まあ外見的に、ここからちょっと形をちょっと見せると、こんな感じですね。実は僕、十数年前に、このすぐそばのアパートに住んでまして。ああ、そうですね。十数年前、としくんはこの近くの、ここらそばのアパートに借りて、1K やったかな。名前、としくんが今言いましたね。牛作り歩道橋。ほんで、まあ、ここはね、道路が155号線の上を歩いてるって感じなんですけど、やはりね、歩道橋の上はやっぱり風が強いですね。もうすぐ4時半なんで、もうこれが多分今日の最後の、まあ、動画になると思いますけど、やっぱりこれあるんやな、このガードは。ああ、この防壁みたいなやつね。あ、ねえか。あれ途中からこっちはまともにねえじゃん。見えよ、見晴らしいぞ。おやな。でね、見晴らしよくない？おお、田舎っていう感じするな。いや、田舎やな。まあこれは南向きやけど、この見晴らしいな。北側はこっちやな。あ、でれっけえかっこいいね。一応あの対馬線が下走ってるもんで、あの坂になってですね。そうだね。でバーって上に上がるように。はい。これ。ここはね、さっき言った通り船木和夫さんの出身地であって、で、あと珍道祭りの方 ね昔で、あれオーダーメイド一宮っていうご当地アイドルが、この珍道祭りで行きまして、まあ今ではサバイドル過保なんて言った方が早いかもしれないけど、その珍道祭りで3会場かな、まあ、回りましたな、ライトね。このまっすぐが萩原商店街ですよ。はいね、で、これ、まっすぐ行くと今車が出てきてビャーって行く。あ、これは萩原商店街。萩原商店街ね、すぐ踏切がありますよね。この向こうで珍道祭りの会場があったんですね。都市圏転がそうなったのじゃね。大丈夫。だいたいこういう歩道橋は上はなんか滑らないような、緑の材質のやつがね、あるんですね。今4時ぐらいでこれぐらいの明るさかな。雲があるか。曇ってるってか、晴れてるけど。こんな感じですね。で、としくんが下にいます。はい。で、
ここからさらに、さらに向かうと、あの村瀬、村瀬病院というのがあって、村瀬医院。あ、あ、使い回しの注射とかあれやねえか、それ。あ、歩道橋メインにとれる、歩道橋とらない感じや。こんな感じの歩道橋です。うん、まあまあ、で、まあよくある、さっきはね、入り口が2つあって、出口が1個っていう歩道橋だったね。まあ、これがすごく一般的な、名前あんのかな、こういう作り、何だか作りって。あるやろな、なんかやっぱり、うん、設計の人が考えて、こういう橋を作るんでしょうね。対象だね、左右対称はね、うん、やっぱり下に来ると多少風はやみますよね。まあこんなところでしょう、今日はね。ちょっと寒なってきたし。寒なってきた。ああ、ここからま、ここからドーンってもうあの看板見えてる。普段聞かぞさんの。いやいや、まあ最初に大仏したでいいよ。普段聞かぞさんの歌を歌ってみ。知らん。俺も知らん。高校3年生やね。高校3年生でちゃうか。ああ、あの時代かもしれんな。あれ今も150センチのトラックもたくさん通るもんで、かなり雑音入ってると思うけど、あと風もねあるんで、なるべくちょっとこっちの壁の方に行って閉めよう。あ、壁ない。うん、ないよ。これが壁だと思うね。これ僕行きましょう。行きましょう。はい。はい。入ってるよ。入ってるよ。はい。はい。全集中で見てくれたでしょうか。全集中。ね、今日はですね、まあ、今日の撮る動画撮る最後ですけど、萩原町、いや一宮市萩原町区視察の区作りの、歩道橋ということで、歩道橋もエターンサイドの3段ですね。実はあの第 1段終わった後にあの神社を撮って、あのその後になんか子供がついてくれるのかなと思って話したの。女の子多分小学校の低学年ぐらいの女の子2人とついてくるもんな、ビヨって、うん、ついてきて、あれ なんでパッと僕がどうしたとか言ったら、YouTuber ですかとか言って聞いてきて、あ、そうだよとか言って、チャンネルってどういう名前ですかって聞いたら、ああ、そんな売れてるチャンネル、誰もミッドラインのチャンネルでいいよとか言って、そうやってちょっと知っておきました。まあね、その子の親が見たらね、消してくれとかね、まあ、ね問題ないとかもね。子供たちは多分あれだろうな、うん、自分もなんか映りたいなみたいな。まあ、今人気あるね。多分あったんじゃないかな。まあ、こんなところで今日は、これで、今週はこれで、まあ、歩道橋萌え初挑戦、はい、うん、第3弾まで来ましたけど、うん、どうです、歩道橋はあの、ね、うん、僕のとは地下道萌えっていうのを1回撮ったんですけど、地下道は全然なくて、やっぱり歩道橋はそこら中にある。どうです、うん、3本撮ってきて歩道橋萌えは感じましたか。あ、うん、そうだね、さっき撮った2番目のやつかな。あの終わり中央道の歩道橋、 あれは、うん、でかいし、うん、これとかだと多分人ちっちゃいよね。人ちょっとだけね。ああ、で終わりちょうどさ、真ん中に自転車がちゃんとバーって歩けるああいう歩道橋だった。あので入り口が1個で出口3か所、そんな感じ、ね。ああ、これを機にちょっと あの歩道橋のことにちょっとついてちょっと調べてみましょう、俺が。ああ、またそれを宿題はまた来週楽しみし、うん、歩道橋のこの作りにも何作りとかもあるかもしれない、名前が。今日もあの内山くんの帽子で結構これあのバンナナしてこれやると結構頭 あったかいです。 今寒いでね。で、まあ、今コロナもね、コロナの方も結構バーって、まあ、東京じゃ2000人超えて、ね、広まってますんで、ちょっと名古屋に行くのもちょっとね、名古屋でも400人超えたら、うん、なんとるからね、名古屋は怖いよ、うん、なんもんで、まあこういうね、あの田舎に来て一宮市という、うん、まあ、昔で言えばあの被災市なんですけど、ここは一宮だ、初めから被災市の方も一応いい、僕の実家の方は被災市、トシ君の実家の方、籠屋の方も被災市、被災市、うん、で
ういうことで、まあ、こういうところ、ちょっと田舎に来れば、まあ、コロナも大丈夫でしょうということで。そうですね。ね。で、まあ、今回は、第3弾の、一宮市萩原口造りの歩道橋ということで、はい、できました。この155号線沿いにありますということで、動画を撮りました。ではまた来週もね、いろいろ考えて動画を撮りますんで、よろしくお願いします。で、あとで最後に所有のチャンネル登録よろしくお願いします。5チャンネルありますんで、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。所有でした。じゃあ1本締めで切りますよ。ではまた会いましょう。